ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説ティアキンのシナリオを進めていきます。こちらのゴロンシティの方に戻ってきているんですけど、これからですね、あのデスマウンテンを、ユンボーと登っていきます。まあ登っていくって言ってもですね、あのこのですね、なんだっけ、トロッコ、このトロッコを使って登っていきますので、厳密にはですね、なんかこうクライミングしていくとかそんな感じではないんですよね。まずはですね、こういうのに乗って、進んでいきますので、あれ場所ここでいいんだっけ？あれおかしいな。すいません、なんか想像、だから私がこれやったのは私なんですけど、あのなんか想像していた動画となんかちょっと若干違うんですけど、まあまあいいでしょう。こんな感じで登っていきます。でこれリンクが乗って、これをスイッチ入れるとですね、ユンボーが先頭にやるころみたいな感じでですね、こうやって来てくれますの でこれでね、一緒に戦ってくれます。一緒に戦ってくれるって表現でいいのかな。はい、でこれでですね、おーおー、危ない危ない、はい、結構ね攻撃されますよね。はい、あれこれ場所間違ってんじゃないのかな、行く場所合ってんのかな。確かね、途中で地図で確認するはずなんで、まあいいでしょう。でこれでね攻撃もできるんですけど、あ、やっぱ確認してますね、地図間違ってんじゃねえかっていうので、この路線図を見てますね。路線図って分かる、路線図、あ、やっぱ間違えてますよね。はい、すいません、これ間違いです。あ、これここの部分カットすればよかったな、すいません。もう一回やり直しです。はい、もう一回いきます。で何言おうとしたか分かんなくなっちゃった。まあこれで、ね、乗っていきます。で、あ、そう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 、ユンボーがね、あれ前にいるので、あの攻撃してくれます、あの転がってね。違うよね、確かその下の方から行くんじゃなかったっけ、路線図的に見ると。そうだよね、こっちだよね。うん、そうです、そうです。で、ところどころね、魔物がいるので、それを倒したりとかですね、あとなんかバリケードみたいなのがあるんで、そういうのをねちょっとどかしながら進んでいきます。はい、これあれなんですよね、扇風機がないんですよね、だからこれを持ってこないといけませんね。はい、じゃあここからちょっと一つ拝借していきましょう。はいね、で拝借していきます。結構ねよく見るとね、なんかね、ゴロンシティの周りって本当ね魔物だらけで、今もちょっと見えてますけど、でかいボコとボスボコみたいなのがいますよね。なんかね、あれ名前なんつうんだっけな、デカボコじゃないですよね、ボスボコって言ったかな。なかなかねいいね、あの素材を落としてくれるやつですよね。はい、というわけでこっから、はい、行きまーす。はい、これね、ユンボーはね、かなり強力なんでね、もう、すごいですよ。ガンガン壊してくれますんでね。結構ね、拠点が、まあ、マグマがなくなったせいかね、まあ、と思うんだよ、なんか、ボコなんかね、いられないんじゃないかなと思うんですよね、暑くてね。ここね、なんかすごい一生懸命登ってるんですよね。うわ、電池が切れそうですけどね。でもね、まあ、頑張って登ってますんでね。で、あそこね、コロクが待ってるのかと思ったらね、コロクが待ってないんですよね、この煙はね。のろしって言ったかな、コロクはね。はい。で、ここにまず一旦到着です。はい、で、これで乗り換えします、ここで。はい。なんかね、ちょっとエネルギーの消費を抑えました、ここでね。まあすぐ復活するんですけどね。でこの先でもね、意外とね魔物も普通にいるんですよね。でこの坂道はね多分上がれるんでしょうけど、デスマウンテンのその何ですか、その炎のね、炎の神殿かな、そこに行くにはねちょっと場所違うのかな。そう、車で上がれるはずなんですよね、これね、ずっとね。だけど、まあ、ちょっと今回はね、やりませんでした。このですね、今、ちょっともう一回地図確認するんですけど、路線図をね、これをね、ぐるーっと上がっていく、このルートじゃないです、ちなみに。これはね、間違いなんです。これで私行くのかなと思ったらですね、これただ一周してくるだけのルートなんですよ。これじゃなくって、この登山鉄道みたいなね、この路線で行きます。この路線だとね、ぐるぐるでここまで行くんで、はい。
ここまで行きます。ちょっとね遠いですけどね。はい、でですね、まあ、ここまあまあでも時間にして5分かかんないぐらいなのかな、実際はどうなんでしょう。そんなにね時間かかった記憶はないんですよね。はい、でこれでね過去作が作れますんでね、今作ったものがそのまま、さっきね載ってたものがそのまま使えると思うんですよね。はい、ここがでもね全部部品揃ってるから全部いけますよね。はいはい、で出来上がりました。これジェットつけたらねめちゃめちゃ速いですよね、まあ、とんでもない。でも速度オーバーで、ね、脱線しちゃうんじゃないかなと思いますけどね。はい、でこれでいきます。でね、こっからがねちょっと魔物が多いので、あのユンボーにね結構頑張って戦ってもらいます。はい、でねもうこうやって途中でねもう線路が塞がってるやつもあるんですよ。まあ、こんな感じで壊していきます。でここも上がっていけますので、まあそこにもいきなりいますもん ね何かを妨害したいでしょうね。はい、大砲撃つようなもんですよね、前回で言うとね。前回の大砲のやつ面白かったですもんね。あの前回というのはブレワイですね、ブレスオブザワイルドのですね、あの大砲撃つやつがあったんですよね。お、ありがとうございます。目玉ですね。あ、電車止まっちゃった。列車が止まっちゃいましたね、トロッコ列車が。はい、今復活しましたね。ファイヤーキースの目玉とね羽がもらえましたね、ありがとうございます。これ奥多摩ねいるんですよね。奥多摩ね結構ね危険ですよね。で、ね、ユンボーなんですけどね、直接ぶつける必要はないんですよ。あの走るぐらいでいいんで。はい、何しようとしますかね。あ、体力回復しようとしてますか。あ、ゾナエネルギーが足んなくなったんですね。はい、ここにもねいますね、魔物がね。はい、でここはもうこれで倒しましょう、1回ね。であとねここにねボコが何人かいますんでね、これも戦いましょう。はい、これ壊しましたね。はいはい、青ボコですね。まあ青ボコはもうこれくらいのリンクならもうだいぶ倒せますよね。まあ多少ね、多少ダメージ食らうかもしれないですけどね。これ青ボコのこの何ですか、青ボコの角はなかなかいい素材ですよね。あの槍なんかにつけるとね結構かっこよくなりますしね、私結構使えますね。でこの線路をねこう邪魔してるこういうのどけましょうね。このねトゲトゲつけられるんですけど、私はねあんま好きじゃなかったですね。結構ね武器としてね使ってる魔物いるんですけど、ちょっと僕は、私はねちょっとね苦手な感じでしたね。なんかね使いづらいんですよね、なんかね。まあもうがなんでしょうね、なんかね大振りになっちゃうんですよね。なんか あれも使ってましたよね、ゴーレムもねどっかで使ってましたよね。私はちょっと苦手なんです、いません、ノーサンキューって感じでした。はい、これね使うんです、一応ねやるんですけどね、これね役に立たなかったですね。ね、これで分かったんですよね。もう私の好みの武器ではないなって分かったんでね、やってみて。あ、考えて大振りになっちゃいますもんね。ていうかそもそも私両手剣がねあんまり好きじゃないんですよね。やっぱね片手剣のね要するにダメージを確実に当てられるものっていうのが武器としてはすごい好きなんですよね。はい、いや止まっちゃったから行きましょう。はい、行きましょう。はい、何気にハートがないですよね。大丈夫ですかね。はい、あ、やっぱ補充しますね。これねハートが少ないですよね。ハートつうかあの回復が少ないですよね。これねちょっと補充した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。危ないですね。これどっかのために確か補充したはずなんですよね、多分ね。炎の神殿行く前に補充したかな。確かに、ね、ワープポイント作ってから補充したかもしれない。もしかしたら、ね、そこで、なんていうか、やったらですね、編集ポイントがあるかもしれないので、ね、それでちょっと次回の動画になりますので。お、危ない危ない。これもね閉鎖封鎖されてますよ。はい、これでね確実に、ね、壊していきましょう。でここがそうですねゴールかな、ここがゴールですね。はい、到着しました。まあ5分かかんないぐらいの距離ですよね。ハイリア人作業
そうなんですよね。正気はね、もしかしたらね、ハエリア人だけなんですかね、ダメージ食らうのはね。ね、ちょっとわかんない。まあ、ひだまり草とかね、ひだまり草もね、ちょっと加工して持っとくといいと思いますよ。特に地下探索される方はもうこれ必須のアイテムですね。うん。お、ちょっとなんか、あ、そうそうそう、こっからですね、ちょっとムービーが始まります。うん、これね、どうもなんかね、ゼルダっぽい人がいるんですよね。すみません、ゼルダっぽい人って、またちょっとね、正体がよくわかんないんですけどね。すいません。まあ、多分ゼルダなんでしょうけどね。確か、ここだったごろ。うん。デスマウンテンの様子を見に来たら、ここにゼルダ様が立ってたごろ。そしたら、ゼルダ様がマスクをかぶせてくれて。マスクをかぶせてくれて。ユンボーはこの鎧はこのまま引き続き使うんですね。もう戦闘するときはあのマスクのそっくりさんのね、布だけのやつつけてもいいと思うんですけど、強そうに見えますけどね。マスクマンみたいな感じでね。はい。ゼルダ様、お話ししたいことがあるごろ。いやいや、めちゃめちゃ危なそうですよね。はい、でね、ここでね、なんていうんですかね、この炎の神殿に入る前のボス戦になります、ね、炎の神殿入る前にボス戦があるっていうのもね、今回だからね、ちょっとボス戦多いのかなと思うんですよね。で、ここね、私は難しかったです。なんでかというと、ね、飛行機の操縦が下手くそなんですよ。まだね、飛行機の操縦を飛行機を使いながらね、戦います。下手くそなんですよね。というかね、本当に操作難しいですよ。そう、私ね、飛行機のゲーム、エースコンバットとかってね、バンダイナムコですかね、あると思うんですけど、苦手なんですよね、ああいうのってね。セガでいうと昔のゲームでいうと、なんだっけな、F14 トムキャットの、ね、ゲーム、なんかぐるぐる動くやつとか、上下で動くやつっていいのかな、なんかすごいゲームがあったと思うんですけど、あー、アフターバーナーだ、アフターバーナーなんてね、もう下手くそでしたね、もうね。あれ、100円でやる勇気は全くないですね。それこそね、セガのね、セガのハード、あれなんだっけ、セガマーク3とかであったのかな。そういう友達の家でやらせてもらうんですけど、まあ下手くそですよね、うん、飛行機はね、好きなんですけどね、操縦は下手くそですね。はい、でね、もうおかしいんですよね、挙動がね、こんな動きまずもう本当に魔物に向かってってるのかよって感じがするんですけど、はい、でこれ近づいて、どうもなんかね、魔物の頭の上についてる、ね、石みたいなのがあるんですよ。それを破壊すると、クリアになって、この頭がね、3つあります。もうちょっと向かってください。はい、ただまあ、これかなりうまくいった方だと思うんですよね、私的にはね。もっと上手な人はたくさんいると思うんでね、ぜひそちらをちょっとご参考いただけたらと思うんですけど、はい、でこれをですね、まっすぐ行きます。ね、壊せるでしょうね。君は破壊力がすごいですよ、本当に、ね、魔物をね、潰しちゃうぐらいですからね。はい、おお、よく避けましたね、ほんとね。はい、イルバジアっていうね、魔物ですね。ほんとね、これは強いんじゃなくてね、はい、撃てー、こんな感じで当てられます。まあ、そんなにね、正確な、まあ、ある程度ね、標準を合わせた方がいいと思うんですけど、そんなにね、厳粛じゃなくても、厳密じゃなくても、どうかなんかね、有効が調整してくれるんじゃないかなと思うんですよね。はい、でこれ硬化しながら打てばいいと思います ね。でもこれ打たなかったですね。もう一周してくるのかな。諦めるごろじゃないんですよ、これね。うまく、ちょっと勇気がなかったら打てる。でもね、打ってもね、別に弾減るわけじゃないからね、ガンガン打っちゃっていいと思うんですよね。で、意外とね、これ燃料持ってるんで、
これ両方にね大型燃料ついてますよね。もう一周してこれね意外とねやっぱり小回りが効かないんですよね。だからね小回りが効かないですか、小回りを効かせられない私なんでしょうけど、はい、飛行機のせいにしてもしょうがないんで、ね、飛行機のゲームできる人ってもっとマジ尊敬しますよね本当。お前トップガンのトム・クルーズなんて本当すごいでしょうねあいつらね。うん、こんな感じで飛行機から降りましたんで大丈夫かよって思うんですけど、はい、でこれでですねどうもなんかその加工がですね壊れるんですね。これでそうすることによってですね炎の神殿が現れますので中に入ることができます。はい、というわけ で、 ですね次回はですね炎の神殿の中を攻略してまあそのままボス戦も動画上やっちゃおうかなと思いますので、今回ちょっとねやや短めになりましたので、はい、というわけでこの辺で消えたということでね、はい、もう間もなくこの動画終了となります。次回は炎の神殿を攻略いたします。はい、大変でしたね今回ね。はい、行っちゃいました。というわけでリンクもこの後ついていきますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もご覧ください。